ないと思うんですよ。やるから不作用さん。今ここに座ってる女の子の顔がどんどん曇ってる。見た後に俺座るのやだな。はい、急に混ざりましたけども、はい、父ちゃんは天然パーマっていう YouTube チャンネルですね。バンライフっていうあの車中泊の旅をやってます。池さんって言います。よろしくお願いします。池さん、イエイ、イエイ、よろしくお願いします。やだなー。天然パーマ、天然パーマ、これ天然パーマなんですよ。マジ超綺麗なウェーブですね。マーク、マス、これマス、マス、マス、マス。いや、俺いつもこうやるのね、癖で。喋ってる時。今日同じ匂いがしたんですよ。なんかね、すごく匂いが近しいなと思ったら地元が一緒で。地元の人だけ俺ハングルの人だって。俺 PT やってるからさ、やだなと思って。悪そうなやつは大体友達だ。まあそんな中に僕すいません、急に飛び込ませてもらいまして、よろしくお願いします。どんな話をするんでしょうか。もうどうしましょうね。もういいですよね。いや、ひかりちゃん可愛かったですね。まずはね、前半の振り返りから。ハイボール濃いめで、ハイボール濃いめで。まあでも今回本当にね、嬉しいんですよ。僕らこの10年来でこういう機会、こんな風に喋れる機会がいただけると思ってないから。そうですよ、本当に来ていただいたこと、ありがたいです。ありがとうございます。本当だ、出会った頃は会社自体もお互いこう発展途上だし、こんな風になんか社会性、社会目線で広く、ここまで捉えられてなかった。なかったね。目の前の自社をどうするかっていうことだけでいっぱいだったっすよね。少しずつね、組織に恵まれて。さっきのケアサスの話じゃないですけど、もう本当になんか社会貢献事業みたいなところに入ってこられてますよね。で、井川さんがされてることも、まあ、お話聞かせてもらったりとかいろいろとする中で、まあ、日本の人材不足ってもうリアルな問題じゃないですか。国単位でもう本当に問題が起こるっていうぐらいのものをやっぱり具体的に動く人がやっぱキーマンが必要になってくると思うので、まあ、いろんなこう大きな会社さんとのつなぎ役もされながら自社でも動いてっていう、本当なんかこう社会に貢献する、まあ、もちろんどの仕事も社会貢献だと思うんですけど、多分もうなんか答えって分かってて、労働人口不足を解消するためには3つしかなくて、1つは女性の社会進出、進出することと、あとは業務の自動化、それと外国人材、この3つしか多分僕は選択肢はないと思います。まあ、僕らはやっぱり業界ってさ、なかなか女性の社会進出を目指して動くんですよ。例えば整備のアメリカとかだと女性にピンク色のつなぎ着させて写真撮って、女性のメカニックやりませんか。やらなくない。見たことない。ちょっと可愛いけどね。そうそう、それはなんかね、僕らとしては悪くないけどさ。まあ、でも昔から比べて、あの専門学校の女性の生徒さんっていうのは増えてるらしいよ。増えてるみたいだけどね、うん、増えてるみたいだけど、それにあのキャッチアップしないし、対してもっと減りが早いから。確かに、そうするとやっぱり外国人と、さっきもゆうちゃんも言ってたけど、ちゃんときちっと彼らたちと同じ人間同士の付き合いとして対等な形で接しながらこうそれを解消していくってすべは必要なんです。うちの近所の熱トヨタが来年の4月で閉めちゃう。昭和56年からやってる、千葉でずっとやってきたトヨタのディーラーですら、来年で閉じちゃうって言って、でどうしてですかって言ったら、うち整備、車検が受けられる整備工場なんだけども、整備士がいないんですから、なんで統合しないといけないっていうので、結構大きいんですよ、あの整備工場持っているディーラーなんで。でもやっぱり閉ざさるぜら終えない。噛んだら巻きましょうじゃん。噛んだら巻いて。閉じないとダメになっちゃったっつって。今人材不足、メカニックは特にすごく困っている問題なんですっていう、ちょうどお話を聞いたばっかだったので、そういうことが表面化してるんだけれども、業界全体はまだそこまで危機感を感じていないので。今PTA の話で、僕も地元商工 PTA 会長です。会長？会長ですよ。で、その流れで会長と校長の勉強会ってあるんですよ。でこの間、今の12歳の子たちがの平均寿命って何歳になりました？12歳の子供たちがの平均寿命、これから長年生きる上で100歳とかですか？107歳だったんですよ。107歳で知らない。そうすると
もうライフスタイル自体が変わっていくじゃないですか、うん、そうすると各企業がそのライフスタイルに合わせた働き方みたいなのを提案しだすんですよね、うん、これから絶対、うん、そうなってくると僕らの業界さ、ただでさえ今いる職人さんたちを幸せにできてないのにそこに追いつけなくなってくるね。だからそういうところは本当に僕らはもっともっと勢いよくやっていかないと、まあ、人材の確保とか難しくなってくる。今のその板金塗装でもそうですし、カスタマイズでもそうですけど、その1台あたりのダイヤテル単価ってそんなに変わってないしどころか、あの物価がね多少上がっていく中でもその得られる賃金は変わらないんですね、うん、そこにまず問題があるし、まあ、業界団体を使ってそこを上げていこうっていう取り組みは一つ大事だと思うけど、うん、そもそもね自社独立の中で自分のところのサービスがお客様に買っていただける価値が なくなってくればね、あの下がっていくか、もしくは同等なサービスしか提供できなかったら当然自分の価値は上がらないんだから、お給料上がらないでしょう。だからやっぱりその価値提供の価値自体をね見直しをして、本当にイノベーションを起こして我々が本当に欲しがられるような立場になれれば、学生さんだって選んでくれると思うんですよね。欲しがるねって言われるようなね。そう待ってましたみたいな今。いやだってさ、こんな真面目なトークのところに俺ぶっ込まれてもっとふざけるもんだという手で俺入ってきたのに、業界の未来とかの話になっちゃって、もうこうなっちゃってるからさ、ハイボールあっちゃったじゃん。産経じゃないですか、やっぱり自動車 の、その整備とかって、ね、ね、表舞台にない部分って、だからやっぱ僕ら大人がもっとふざけて面白いんだってことも発信していかないと、底上げには俺は絶対ならないと思ってて、正しいっていうのは一つのキーワード、うんうん、車検とかもそうですしね、まあ、正しい、しっかりできるっていうのはいいんだけど、やっぱ正しいより楽しいに人は集まるから、うん、その楽しいっていうものをいかに提供できるね、うん、おバカな大人でいれるかどうか。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、そこはすごく魅力だと思うし、うん、求人活動にいっぱいその求人誌とかね、お金高いでしょう、ああいうところにバカバカ突っ込む中小企業の戦略は多分厳しいんですよ、うん、なのであればやっぱブランディング価値を高めてね、そう思う、あの会社に就職したら俺の人生面白くないさなと、うんうん、それを提案できるような会社になることだよね、僕らが。そこの辺で高そうですね、なんか。やっぱりね、板金塗装ってさ、やっぱり難しいのが、復元がゴールなんですよ、ね、うんうんうん、それ以上のことって、まあ、元に戻すのはゴールじゃないですか、だからなかなか付加価値を生むのがなかなか難しかったりしたりとか、じゃあそこに対してじゃあ社員の楽しさってどこにあるのか、結構考えてるけど、やっぱり難しいところはやっぱりあるかもしれない。まあ、付加価値の部分でいうと、まああのまあ、今おっしゃられている部分というのは業界の中で見たときに、うん、まあ、あの既存の 業界の中での仕事がその付加価値の部分を見出すところが難しい。で今回佐々木さんとかは、まあ、業界の外のものを見たりとか海外の視点から見たりというところを取り入れてどんどん普及されてますよ、うん、ですから、まあまあ、間違いなく人口は減るじゃないですか、うん、だからもう日本の、ね、国土でだけでそのビジネスを考えてたら絶対無理なんですよ。海外から引っ張ってくる、日本のものを海外に出していくっていう、そのもうちょっとグローバルなね視点でリアルビジネスを展開するってことを今始めないと10年後は実らないわけですよ。だから僕我々も展開をしてるんですけど、まあ、じゃあ今それが主軸でお金を稼いでるかっていったら全然別で、未来投資段階です、うん、でも今の未来投資、今のビジネスってきっと5年前10年前に、ね、種まいてたから今があるじゃないですか。ということはやっぱりこの業界って本当種まくのが怖い人が多いでしょう、うんうんうん、どうせ花咲かねえんじゃねえかみたいなね、うん、でも巻かないと咲かないじゃんね、うん、そう僕ね、やっぱね、幕張のナンパ橋を復活させたら業界は間違いなく盛り上がると思うんですね。間違いないですね。だから車持ってないと女ナンパできないよっていう、あの時の時代をもう一回条例を作りましょう。条例を作ったよ。ナンパ条例を、ナンパ条例をかっこいいの定義が変わってきたよね、やっぱりね、うんうん、今回あのカーセンサーでさせてもらってますけど、あのこの前あのカートラジャパンっていう、皆さんたちでね、カートラジャパンのイベント私も行かせてもらったんですけど、おしゃれなんですよね、うん、何がっていうわけじゃないんですけど、なんかおしゃれ で、なんか来てる人たちもなんかこうここにトレンドがあるなっていう空気感があって、で私も車の展示会とかいろいろと行かせてもらう中で、なんかちょっと違う異質なものを感じたんですよ。これから何か上がってきそうだなっていう、うん、
でそういうおしゃれだったりなんかこうワクワクするとか若者が惹かれるみたいなそういう要素があると多分さっきの楽しいとか同じでやっぱ人間って頭で動かないところって多いじゃないですか。やっぱ感覚としてなんかワクワクするなんかやってみたいなんか食べたい美味しそうみたいなそういうものがなんかこの業界に業界の中でもいいし業界の外のものを少しこう関連業種で持っていくとかいろいろやっていくとまだまだ若い人も来るでしょうしこうお客さんもねそう来るんじゃないのかなと。前に、まあ、よく居酒屋でね、大ちゃんと話すときにね、お互い多分方向はちょっと違うんですよ、自動車業界といってもね。だけど絶対的にイノベーターでいたいよねって、2人は。で、やっぱり今のね、その革命が本当産業革命に、ね、次ぐような IoT だったり AI だったり、その今すごい波が来るわけじゃないですか。それはまあ怖がってるとさ、ダメだけど、例えば明治維新の頃とか、ほら黒船がブワー来たけどさ、あの中にさ、友達が乗ってたらさ、あれって、怖いもんじゃなくて、あれ、いくらないっすけど乗ってるみたいな。手振ってるみたいな。あれって今日じゃない。イノベーターとして突っ込んでってファーストペンギンになって失敗するかもしれないけどでもあいつらにやってきたことっていうことが見える化してあげればね何かその新しい今で革命革命とか言ってね本当に時代に残されますよみたいなことの恐怖心煽るだけじゃなくて一緒にやっていこうぜとねっていうようなイノベーターになれれば業界を牽引するって言ったら大げさだけどさなんか少しはできそうだよ。できそうです。だからまあ変化を怖がらずにさ、変化ってめちゃめちゃ僕はもう毎回チャンスだと思っていて、ね、そこに何ができるかってことを僕ら考えればいいと思う。昔からなんかそんな話をそうそう。けどその形になってきてるものが。まあですね。これからまあちょっと結果を伴わせなきゃいけないけれども、少しちょっと先が見えてきた感はある。なんかお互い個別で動いてんだけど。たまにクロスしたりするんだよ。そうベトナムだって事業としては全然違うルートだもん。別々に行かれてますね。大ちゃんはねそのベトナムの方が来た時の教育機関をね、うん、っていう形で動いてると思うんですけど、うん、僕はどっちかというと日本の技術や日本のスキルをベトナムに行って教えてね、うんまあ、そこから日本に来る方もいるでしょうし、うん、っていうね講師派遣だったりとかね、うん、っていうことをまあ出稼ぎですよ、うん、外に行って出稼ぎをして今はまだ物価の差はありますけどねもうそれぐらいやんないともう日本ある意味捨てるぐらいの気持ちで行かないと日本の外貨を国外の外貨をどう持ってきてどうだっていうんじゃなくて向こうに日本を作るぐらいの気持ちでねやらないと絶対向こうの人も認めてくれないんですよ。で僕だからベトナムに行く前にはまあ板金塗装業これからまあ盛り上げていくっていういろんなお役目をいただきながらも胸張ってこれから俺たちに明るい未来を待ってるぜってメッセージできなかった自分がいたの、うん、でもベトナム行っていろんな方たちと同席して一緒に行ったんですよ、はい、そしたら、あなたに会えてよかったって言われて、で何ですかって言ったら今アジア中で板金塗装の技術をみんな必要としてるんです。あ、別にキャバクラの話じゃなくて、ああちょっとそれも一回言われたけどあなたに会えてよかったまた言い過ぎてくれる社長いい話をしてごめんねハノイのディスコだよね。そうそうそう俺も行った、いいね、俺も行った完全にナンパできたのやつでしょナンパできたと思ったらさ70ドルって言われたね2時間。危ない。そうだからそうするとまだまだ僕らは本当にこう世界日本でいると僕らの技術ってなんとなく限界が来ちゃってるような一見感じがあるけども世界まだ見ると欲されてる必要とされてる業界だなってのは非常にこうよく分かるんでやっぱり胸を張って張ることが改めてできた。だからいかにね自分たちのじいちゃんひいじいちゃん世代がね本当にこの日本っていうものをね守ってきてくれたかっていうのって今の年になってひしひし感じるし逆にね我々も次の世代もう40とかね50手前になってくると次の世代に何を残すかみたいなことって結構ミッションでしょ。
そう考えると、どう頑張っても現役で頑張れろって、あと2、30年、30年ないね。ね、もう20年ぐらいでさ、固めないといけないから、そう考えたとき、何をどこにどうやって残すかっていうことを具体的に絞っていかないと、うん、もうできること限られるよね。そうそう。で、まあ自分でやるってことは比較的さ、まあ努力すればできちゃう。まあそうですね。他の引き継がせる、それを。で、他の若い人たちがやるっていう環境を整えるって、結構僕、究極だと思ってる。その取り組みを僕、できる限り早い段階から、みんながやり始めると、業界良くなるかな。意識を広げることがいつできるかっていうところでしょう。うん、なんか本当、環境変えるって一番大きなあの変化のきっかけになるじゃないですか、イノベーションにしても。ベトナムに行って初めて日本の当たり前と思ってた日本の技術が本当に求められているっていうのもあるんですよ。なんで日本の中だともう頭打ち感があるものでも、海外にちょっともう本当に飛行機で何時間のベトナムに行っても求めてる人たちがいっぱいいて、ちょっと最後になんかお二人からこう業界に対してとか、こう今後何をやるのかとか、一言二言。ええー。いやプロですね。ベトナムよりメキシコが似合いそうだなと思って僕は見てたんですけどね。僕は板金塗装業にまあ携わっているので、まあ、この業界どうなっていくかってことを、本当に自分が主となって考えていかなきゃいけない時代になってきていて、で、本気で今僕ら世代が40代世代が本気で動かないと、ここから先20年30年僕らの業界持たない。でそこは僕らの世代がしっかりそこを自分自身が自発的に動かないとダメだってことをちゃんと認識した中で、今組合活動とかあるいはその仲間たちと一緒にあのできないとやらないと本当に僕らの明日はなくなってくるので、そういうところはやっぱりこう自分が主役だってことを全員が思って、でその全員が思えるような環境づくりをしていきたいなとは思います。じゃあもうちょっと真面目にさえやる。真面目にね見てるよ。まあやりたいこととかはすごくいっぱいあるし、いくらでもビジョンが広がるんですけど、さっき言ったみたく、たかだかあと10年20年ぐらいで自分のね生きていく中での何かを残せる時間って終わると思うんですよ、うん、だからそろそろね、まあ、僕も20代30代やってきたことをもう一勝負するのが40代で、うん、50代で固めてね、うん、それを50代後半から60代、まあ、60歳になるまでに移乗をしてね、この業界を次世代につなぐってことを考えると、大ちゃんが言ったように僕は僕の分野でね、うん、やっぱり第一人者になっていかなきゃいけないし、うん、とは言ってもその先輩たちはリスペクトしっかりしながらね、そこは大事ね、そのこんなことになるわけじゃなくてね、うんうん、だけどやっぱり主役っていう思いっていうものはすごく大事で、あとはその自分たちが培ってきたものっていうのを本当に若者にね、僕はやっぱその若者に伝えていくっていうアカデミーをね創設したいと思ってて、うん、そのアカデミーをちゃんと作って、そこでなんか自動、僕がいなくてもね自動化されて教育機関としてね、何らかしらの感じで、まあ、海外もそうですし日本でもそうですしね、どっちもやっぱりやっていって、お互いのその若者が交流できる場とかね、うん、そういったものをやっぱり作っていきたいなって、うん、やっぱ最後はそういう風になんかあいつがいたからよかったよ、この時代はなんかあいつが作ったなってちょっとでもね、うん、何人か思ってくれるような死に方したいかなって、うん、そう思ってます、はい、いい話になりましたね。最後はね、最後はね最後なんかかまさなくて大事ですそれ本当にテンパーなんですよこれがね本当にテンパーだから、さっきね、あのアカデミーってお話が出たと思うんですけど、僕も平成女学園をやっぱり育ててるので、ね、すいません、すいません、ちゃんとやります。さあというわけで、東京マウスミーティング、第5ステージでした。はい、今度は、ね、現場で活躍されている方々の話で、大変盛り上がりましたけれども、はい、また第2回第3回と業界をこう引き分けていくための、はい、こんなことがまたできたら面白いなと思ってます、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。じゃあねー。Dude, that father is 10 and permed